皆さんこんにちは、滝川淳二でございます。今日は本当にあったエロい話を話していきたいと思います。これは私の知り合いのタキャさんから聞いた話です。タキャさんは寮に住んでるらしくて、なんかその寮は昔墓地からできたようです。そしてタキャさんはある日8時に起きたようです。なんか変だな、いつも12時に起きるのにな、そんな違和感を感じていたタキャさんは何か音が聞こえたようです。なんかやだな、なんか聞こえるな。するとその音はどんどんでかくなっていきます。パン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 、やだな、怖いな、怖いなと思ってたら、幽霊かな、幽霊かなと思ってたら、ますます大きくなっていきました。パン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 、やだな、やだな、怖いな、怖いな、幽霊かなと思ってたら、今度は女性の悲鳴が聞こえてきました。あん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 、パン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 、あん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 、パン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 、やだな、やだな、殺されるかもしれないな、殺されるかもしれないなと思ってたら、あんあんあん、パン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 、急に音が静かになりました。そしてそれから全く音が聞こえなくなりました。あー、何だったのかな、怖いなと思って、とりあえずタキャさんはそこで寝たようです。そしてその後、実際にその隣に住んでた人に聞いてみたら、やっていたようです。しかも相手は外国人だったみたいです。皆様どうでしょうか。くれぐれも墓地の後に立った建物には気をつけてください。それではさよなら。